百秒でわかる名作劇場。ああ、やってしまった。どうしたの？花瓶を割っちゃった。どうしよう、怒られる。接着剤でくっつけてみたら？こんなにバラバラになっちゃったから無理だよ。ちょっとそこの君、そんな君に聞かせたい名作がある。100秒でわかる名作劇場、最後の一葉。はじめ。これは年老いた画家が人生の最後にとてつもない大傑作を残した話。ニューヨークのとある町に多くの芸術家やその卵たちが暮らしていました。ジョンジーとスー、二人もまた画家として成功する夢を見ながら貧しくも温かい生活を送っていました。ある時この町に肺炎が流行しました。当時は命を脅かす病として恐れられていました。そしてジョンジーも肺炎にかかってしまったのです。体力だけではなく次第に生きる気力も失っていきます。お医者さんから彼女が助かる可能性は十に一つと告げられました。ある日ジョンジーはベッドに横たわりながら何かを数え始めます。どうやら窓の外に見えるツタの葉が全て落ちた時に自分も死ぬのだと考えているようでした。ツタの葉はあと5枚までになっていました。バカなことを言ってないで。私はもう治らない。そうこうしているうちにまた一つツタの葉が落ちて4枚に。私が出かけている間ツタの葉は数えないで。スーはアパートの1階に住むベアマンのところへ行きました。画家なのに40年も何も書かず、お酒を飲んで酔っ払っては俺はいつか傑作を書くと話す年老いた男でした。スーはベアマンにツタの葉が全て落ちたら死ぬとジョンジーが言っていることを告げました。ジョンジーみたいないい子がこんなとこで弱ってどうする。2人はスーの部屋に戻りました。部屋の中から外を見ると雪混じりの冷たい雨が絶え間なく降っていました。このままでは葉が全部落ちてしまう。翌朝ジョンジーが窓の外を見たいと言いました。窓の外を見せると夜通し雨が降り続いていたにもかかわらずツタの葉が1枚だけ残っていました。最後の一葉ね。そして夜には落ちて私も死ぬの、やめてというスーの言葉も響きません。しかしその最後の一葉は夜になっても次の日になってもまたその次の日になっても落ちませんでした。落ちることのない一葉を見つめているうちにジョンジーは考えを改め、次第に生きる気力を取り戻し、なんと病気から完全に回復できたのです。そんな時ベアマンが亡くなったという事実が知らされたのです。ベアマンは服も靴もびしょ濡れの状態で部屋で倒れていて、そこには絵筆やパレットが散らばっていたといいます。つまりあの大雨の日最後に残ったツタの葉の絵を描いていたのです。ジョンジーが生きる気力を取り戻したツタの葉、それはベアマンが自分の命と引き換えに描いた人生最後の大傑作となったのです。終わり。ううベアマン、そうか、僕も花瓶の絵を描けばいいのか。大切なことはいつもお話が教えてくれる。じゃあね。どう？多分バレると思う。